竹内。イェーイイェーイ板橋イェーイ大阪とかやろ。板橋に来ました。イェーイ。何する今日この後。ゲーム。今日ゲームしまーす。イェーイ。いつもしてるよ。イェーイ。部屋こんな感じか。へぇー。いつも来てるな。ちょっと他の部屋を見ようぜ。いや、旅館じゃないから。リビングこんな感じか。リビングとかあったっけ。隣もう一個部屋あるやん。お前の部屋汚いやつ。イェーイ。何がや。楽しい。旅行でもないよ、あんま。ただイェーイって言ってる。イェーイ。ないよ。暇すぎるんか。旅行行きたいの表れやったよ。旅行行きたいなら行きたいっていいな。予定合わんみんな。明日なんかある？明日ちょっとある。予定合わん。旅行行きたい。もういいだよ。旅行行かれんからその気分だけでも。あ、そうやったよ。ごめんね。イエーイ。あ、もうそろそろ寝る。早寝な、もう明日の予定もあんねんからもう。明日もちゃんと楽しまな。いや、旅行じゃないから。好きな子とかおる。修学旅行。大人の旅行でないのだ。修学旅行だっけ。旅行行きたい。旅行行ったらどこ行きたい？いいよ。沖縄？いいね。二人で行こう。二人？吉野は？二人で行って、別日に俺と吉野で行こう。なんで？三人で行きたいけど。予定あへん。みんな忙しい。おなので行こう。ソロ。じゃん、じゃんじゃんじゃん、じゃじゃじゃんじゃん。ひやささ、僕が生まれた。この島のことを。カスタムロボ。僕はどれくらい知ってるんだろう。どうにもならんって、それでも。楽しい。いやいや、無理や。沖縄楽しい。別にな、これがな。沖縄じゃないって証拠もないもんな。やるやろ。どう考えても行ってほしい。いや、わからん。この、板橋にそっくりな家が沖縄にあって、そこでゲームしてるだけかもしらんもんな。するか、沖縄に来てカスタムロボ。誰が沖縄のカスタムロボすんね。わ、吉野も来たよかったのにな。来れるよ、すぐ。ああ。ひやささ。泣きそうやもん。ひやささ。